ここでしょ。あ、ちょっとあのまままっすぐ行ってもよかったんですけど、うん、定地周辺道路がクロスしてる、下側に行きたいんですよ。ガード下部分、またガード下、あのさっきの道をずっとまっすぐ行くとその上に通ってる道を行ってしまう、その下に行きたいので、右？ここ坂道直角行まもなく経由地付近です。おやった。今向かってるのは鶴ヶ学園っていう学校が作品内であって、なんかそのキャラクターたちが集まったりしてる場所です。おわ、おお、ここ、おお、あ、こんなすごい坂だったんだね。どこ止めよう。あの階段の下のところ止めれたかな。よいしょ。あ、こんなにものすごい坂のところにあるとは思わなかったな。ここになるべく端っこに寄せて止めさせてもらおう。せーの、よっ。ここだったらギリ邪魔にならないかな。よし。おお。やった。来た。そう、さっきの道をずっとまっすぐ行ってるとここに来ちゃうんですよ。この道だととても止まれる場所じゃないんで、すっげえ坂なんだねここ。すごいすごいすごい、もうちょい下だな、ここです。ここに一番来たかったんです、今回。すげえとこなんだな、坂、傾斜が上と下どっちも坂、すげえ。小餅橋っていうらしいですよ。じゃあ次のとこ行きましょう。よいしょ。ここだけはね、なんとか人間の力でバイクが押せるくらいの傾斜です。行きましょう。やった。はい、じゃあもう一箇所行きましょう。次の場所が一箇所ではあるんですけど複数の場面がある場所ですね。左かな、これナビ微妙に動いてないけど、ナビ動いてください。多分こっちですね、ナビ動いてないけど。で、突き当たりを左。ナビあるのに地図見て道を確認するってどういうことでしょうか。ナビがナビしてくれないんですが、 OK。 そしてナビ動いてくれ、この先がわかんねえ、画面外だ。右かな、もうちょっと広い場所でナビ再起動しましょう。あ、セブンイレブンがある、セブン行きましょう。よいしょ。今
今時刻が9時5分なんですけど、なるべくこの辺を早めに脱出したいので、あんまり休憩してらんないっていうね。なんでこの辺を早く脱出したいかっていうと、この左側すぐ隣のこの辺が善光寺なんですよ。はい、善光寺だからおそらく混むこの辺だから、さっさと出たい。その作中の鶴ヶ学園っていうのが、おそらく設定がこの辺ですね。お、なんとなく雰囲気がいいとこ来ましたよ。お、これは善光寺ですか。善光寺真っ只中って感じこれ。おお、左が、おお、善光寺でした。あ、これ左、あ、いいんだな、二輪行ってよし。おお、あ、なんか玉こんにゃくみたいな匂いがする。こういうところ行くとは思ってなかったな。善光寺のものすげえ近く通るっていうのはなんとなく分かってましたけど、おお、これ善光寺ってこれですか。善光寺って書いてあるな、テントに。ほう、善光寺善光寺のお守り持ってるのに善光寺分かってねっていうね。それか、本堂。ほう、じゃあ行きましょう。あん、まっすぐ、あ、これこっち側か。お、もうすぐそこです。急坂スリップ注意。傾斜 20% だよ。うん、その 20% の途中に見たい場所があるんですよ。で、おそらくこの辺に目的地に到着しました。うん、案内を終了します。はい、運転お疲れ様でした。これ公園の入り口らしいんですけど、よいしょ、ここにバイク止めれそうだなと思って、よいしょ。ん、あ、ダメこの位置。左側が高い。これだとどうか、ちょっと危ねえな。よいしょ。そしてね、下が滑る。よいしょ。下が落ち葉で滑るのにさらにブーツカバーしてるからさらにさらに滑る。大丈夫ですか。うん、ギリ大丈夫。すっごい傾いてるけど大丈夫っぽい。うん、大丈夫。じゃあちょっと見に行きますかね。見に行きますかね、というかもうさっきここを曲がった時点でちょっと見えたんだけど。やった。で、傾斜 20% って初めて見たかもしれねえな。うわ、眺めいいな。この辺あの車が行ったら、おお、ここですね。うわ、すっげえ眺めいいな。あ、その辺もそうですね。それもそうなんだけど、景色いいな、ここ。あ、ここですね。よいしょ。
おお。その曲がってるところらへんまで行こうかな。その先がどうなってるのかが見たい。この辺で頑張るっすよーですね。おお、ずっと下まで続いてんだね。雨ですな。こんなちょっとしか下ってきてないのに随分景色って変わるもんだね。ここはおそらく通学路ですね。結構な坂だな。ほら、さっきと全然景色違う。今日はもう途中で中に来たりなんだりするのが面倒なので、持ってる防寒装備衣類をほぼほぼ着た状態なので、走ってる時はいいけど、こうやって歩くと一気に暑くなるな。ほぼほぼフル装備、電熱の線も取って、坂すっげえ、ここ電熱の線も取ったり外したり取ったり外したりって、どっちも外してるな。あれ、鍵落とした。よいしょ。電熱グローブの線を外したりつけたりするのが雨の中だと面倒だろうなと思って、もう繋いでる。行こう。あ、ここ微妙に雨が降ってないから休憩しよっかな、ここで。じゃあ休憩。休憩終わりました。タイヤが葉っぱだらけ。よし、行くか。雨の日は休憩できる時にしないとね、本当にできなくなるから。もう雨が降ってないなと思ったら、早すぎるかなと思っても休憩取っとかないと後々取れない時がね、困るから。よし、よし、じゃあ行きましょう。ほいっと。この坂怖えな。一回で行かないようにしよう。よいしょ、よいしょ、よっと。ふう、おー、景色いい。さき聖地巡礼でした。やったよいしょ、これを右、右方向です。うわ、これって右行けんのか。はい、行けた。よし、じゃあ新潟方面に行きましょう。本当はこの後ループ橋が2つある道行ったりしようと、今朝までそういう予定だったんですけども、さっきのね、七曲がりのところを走って分かった。今日はね、変なとこ行っちゃダメ。変なとこっていうかね、うん、山道にあんまり入らないようにしていきましょう。ここ左、田町西。ほい、ガソリン入れとこっかな。なんかこのスタンド前も来たような気がするぞ。ほい、やっぱり入ったことあるガソリンスタンドだった。ってことはこの道は十二都県ツーリングの時に通った道だね。お、なんか板車、なんだろう、混む前に善光寺付近を出れてよかった。この午前中の早い時間のうちに
先の聖地巡礼をしたいなっていうことで、戸隠を宿に選んだっていうね。戸隠の無駄遣い、神社も行ってねし、そばも食ってね。ヤフーのナビ明らかに変ななってるな。これを右方向行ってから左方向って案内するのおかしいでしょう。ヤフーさん、この仕様を元に戻してください。左方向です。はい、左。雨降ってなければな、この長野県北部と新潟県の上中越地域、もっといろいろ回りたかったんだけどな。まあ、天気ばっかりはしょうがないね。また今度来いよってことなのかもね。お、ただいまの気温出ました。ただいまの気温が11度です、でも防寒、防風、防水しっかりしてるから全然もう暖かいくらい。お、上越方面、前回はこれまっすぐ行ったね確か。いや違うなこっち行ったな。でもすごい黒い雲じゃないからね、やっぱりなんとなくうっすら青空も見えてる気もするし、これくらいならまあ休憩もある程度取れるかな。前回この辺来た時、次は満喫するよみたいな、次だなみたいなこと言ってたのに、雨だからねやられたな。リンゴ、あーそっか、そうだね、この辺リンゴだよね、なるほど。宿でやたらリンゴが出てくるんですよ。なんかまたリンゴだな、あれまたリンゴだって思ってたら、そっか長野リンゴか。宿でまず部屋に入ったらリンゴが2切れ置いてあるんですよ。お、リンゴだっつってうめえっつって食って、で夕飯の時になったらまた夕飯でリンゴが出てきたんですよ。であれまたリンゴだなっつって、でまた朝食の時ですね、リンゴがあるんですよね。でも朝食の時に出てきたリンゴ普通と違ったな。赤いリンゴ、まあリンゴって赤いですけど中まで赤いんですよね。あ、柿じゃねえよな、リンゴだよな。そんな感じでね、リンゴまみれだったでペンションとかじゃなくて民宿って初めて泊まったけど、あそこはまあまあだったね。やっぱり音が若干気になるけど、まあそれはしょうがないよね。おそらく3組泊まってて私が真ん中の部屋だった、なので両隣から音が聞こえたっていうね。別にそんな寝れねえってわけじゃなかったし、あれまた川の名前忘れちゃった。千曲川なんて読むんだっけ、千なんだっけ、忘れちゃった千曲か、千曲、千はなんとなく読めるし間もなんとなく読めるけど、千曲がりって書いてそこでくっていう文字が出てくるっていうのがね、なかなか難しいわ。ちくまね、ちくま。小布施町に来ました。ここは標高333m。 長野ってこう全体的に高いような気がするけどそうでもないんだよね、こう平野部はさ。比較的雨上がってきたかもしれない。山がすごいことになってんな。雲かぶさりまくってるね。これ右？志賀高原方面。はい。はいっと。お、ここまっすぐ行きますか。